はい、今日もやっていきます。バブローラーチャレンジ、7日目ですね。今日で1週間が経つと。まあ、我ながらというか、ノリで始めた企画にしては、すごく、なんていうんですかね、今まで、精神面とか、そこら辺のね、修行というか、なんていうんですかね、精神修行みたいなのはずっとあったんですけど、この物質的なね、肉体面の修行トレーニングっていうのはあんまりやってこなかったんですよね。それを動画にすることによって、まあ、ちょっと使命感も得れますしね、使命感も得れるし、あとやっぱり筋肉ってね、嘘つかないんで、めちゃくちゃまあいいよねっていうことですよね。はい、ということで早速やっていきます。22回やってみたんですけど、いつもは終わってからでんぐり返し前転してるんですけど、連続で22回やったことによって、そのパワーがなくなってる自分がおもろいっす。ということでね、やりました。22回続けて連続でね、アブローラーやってみました。まあ、これ成果ですね、ひとえにね。こんな連続で22回最初できなかったですから、1週間でこんぐらい成果があったと、偉大な成果だなって思ったのと、22回連続でやると前転するエネルギーが今のところは持てれなかったと。これがちょっと笑っちゃったんですけど、筋肉は嘘はつかない。それはなぜかというと、明確にね、体で実感して形が出てくるからですよね。まあ、1週間経過したわけですけど、あと今年も10日か、あと10日かなってことなんで、どんだけ楽しみきれるか、どんだけ楽しみきれるか、はい、攻めていこうかなと思います。ありがとうございます。